どうもどうも、井上です。まあです。どうも、データマンのオビル佐藤でございます。今日もお願いします。いろいろ教えてちょうだいね。これです。飛んでた J1 上位陣の夏補強&課題解決まとめ、優勝戦線の投稿。これは気になる。ちょっと絞られてきたって感じなの？そうなんですよね。ちょっと1位神戸、2位マリノス、3位名古屋、4位浦和がちょっとだけ抜け出してる感とかがあるので、はいはいはい、今日はこの4チームに絞りまして、うん、優勝戦線の動向どうなっていくのかってことを各チームの補強動向を含めまして見ていきたいと思います。ということで、ミルワカはいつも毎日やってるんですよね、先生ね。やってんのよ。だからちょっとチャンネル登録してくれた方がどっちかっていうと嬉しいですよね。皆さんにお届けできるから。はい、行きましょう。はい、ということでまず順位表から確認いきましょう。はい、でございます。はい、出た。21節まで、J リーグは J1 は終わっておりまして、今全チームが一応同じ試合数ということになっておりますと。いいね、見やすいね。はい。で、現状の1位が神戸、2位がマリノス、ここの勝ち点差が1ですね。1ですか。そして、3位が、名古屋、4位が浦和ということになりますと。はい、はい、はい。で、なんでここの4位まで持ってきたのか、じゃあなんで5位のセレッソ、6位鹿島あたりまでは入らないのかって話なんですけど、はい、あくまでデータ的なこと言うとなんですが、うん、残り試合数が残り13試合ありますと、はい、で、過去の傾向を見ると、その残り試合数の半分、まあ、今回だったら残り 6.5 ってことになるんですけど、まあ、繰り上げたら7ってことになりますが、それしか基本的には逆転できないんですよ。そのケースが今まではないと。はいはいはい、そうなんです。もちろん例外はありますけどもね。例外起こる可能性は今年は特に、ほぼほぼ、はい、そう、 ACL のグループステージとかがあるから、もちろん逆転は全然あるとは思うんですけど、うんうんうん、はい、あくまで過去データで言うんであればちょっと4つに絞られてるかなってところから持ってきましたと。なるほどね。はあ、そういうこともあると、はい、はいはい、そういうことでございます、うんうん、なのでちょっとこの4チーム今の状況を確認していきたいなと思います。はい、はい、ってことで、じゃあ順位順というか、まあ、4位の浦和から見ていきましょう。まず浦和の、まあ、夏現時点での、状況はこんな感じでございます。はい、はい、はい、浦和は左のメンバーということになりまして、何か移籍とかありましたね。モーベルグさんがギリシャ行ったりだとか、そうですね、あとは松崎選手が仙台に行ったりだとか、うん、犬飼選手が柏に行ったりだとかってことが起こりました。はい、その代わり黄色の選手は宮本優太選手がベルギーから帰ってきたり、あとは、エカニットパン屋選手がタイからやってきたり、うん、そして阿部裕樹&中島翔也という楽しみ、ここがすごいですよね。うんうん、まあ、ちょっとコンディションの影響はいろいろあるかと思いますけど、なんとなく僕らがイメージしている彼らのプレーをそのまま見せてくれるんであれば、どう考えたって浦和の攻撃力は圧倒的に増加します。うんうん、魅力的になる。楽しみです ね。そしてもう一個言われてるのが、マーさん、うん、センターフォワードやっぱり誰か来るみたいですね。あ、ヨーロッパの噂になってますね、いろいろね。そうですね、あの人じゃないかっていう名前はなんか出てたけどな。なんかね、デンマーク関連、なんかちょっと聞いたことある名前ね。うん、ねえ、うんうん、ちょっとミルワカタかける、はい、裏木さんのところでも出したような名前の方々が戦ってたりしますね。はいはいはい、いう感じになります。うんうんうん、で、まあ、この浦和なんですけど、はい、まあ、1位神戸とは勝ち点7差広がってる上に、はい、これから ACL ってものが待ち構えてますから、うん、ACL のない神戸と名古屋からしたら、ちょっと浦和とマリノスってのはちょっと苦しい展開になることもありえそうな話ではありますよと。うん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 、で、ただ、ちょっとこちらもう一回順位表見ていただければなんですけど、はい、はい、戻します。浦和は実はこの上位4チームの中で考えると、ディフェンス力は1位神戸と4位浦和が失点17でリーグトップなんですよ。うん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 、最も少ない。はい、ただその神戸と比較するんであれば、うん、得点数が神戸42なのに、ね、浦和27なんですよね。あ、全然違うわ。そうなんですよ。はい、ディフェンスは西川、ね、ホイブラーテン、ショルツっているので、うん、ある程度大丈夫だと思いますけど、オフェンスのとこさえもうちょっとテコ入れができるんであれば、ね、はあはあ、うん、もっと上までいけるんじゃないかっていう状態になってるので、やっぱり中島選手たち、阿部選手たちにはちょっと期待がかかることになるのかなと思います。かなっているわけですね。そうですね、はい、だここがハマればもう大丈夫と思っていいでしょうと思います。はい、はい、そして今度は3位名古屋見てみましょう。はい、こちら、はい、はい、まあ、名古屋に関しては甲田秀政選手がまあベルディに行くなんてことはありましたけど、うん、まあ、そこから札幌から中島大佳選手、あとはユトレヒトから前田直樹選手が戻ってきて、うんうん、あとは藤井だから久保藤次郎選手を獲得いたしましたと。はいはい、ということで、真ん中とシャドウと、そしてウィングバックのところと、うん、まあ、いずれも、フルカバーしてきたというか。そうですね。うん、で、名古屋は今日出てくる4チームの中で最も離脱者が少ないんですよ。うん、で、それが上でちゃんと補強もしてるって形なのと、うん、で、ACL のところも名古屋は参加しないですから、うん、
って考えると最も盤石のチームと僕は言えるんじゃないかなと思います。そうですね、うん、意外と一番優勝に近いところもあるんじゃないか、うん、そうですね、虎視眈々と最も狙える位置にいるのは名古屋だと思うし、うん、でちょっとだけ課題があるとすれば、あのユンカーさん永井さん以外のフォワードが今年あまりハマってなかったっていうのがあったから、うん、ユンカーあまりといつ交代させるんだろうとかあったんだけど、それを中島くんが担ってくれるんであれば、ちょっと休ませながらも終盤戦も戦っていけるので、うん、これはいい補強になってるんじゃないかなと思います。前田さん久保さんあたりがね、どのぐらいできるかっていうところですね、うん、そうですね、楽しみだな。あとは日本代表経験者森下選手、藤井選手のさらなる成長にもちょっと注目したいと思います、うん、そうですね、本当だ、はいはい、っていう名古屋でございます、はい。そして、今度は2位マリノス見ていきましょう、うん、こちら、うん、マリノスはちょっとだけ今不安です。マさん、怪我の方がね。そうなんですよね、ディフェンスに怪我が3枚、レギュラークラスの3枚が怪我してるっていうのがあるのと、うん、あとはあの加藤選手がその代わり左サイドバックやってきてくれたのはいいんですが、うん、この資料を作るときにあの選手がついに、まあ、消えてしまいました。右側にちょっと残しておいたんですけど、マさん、はい、この選手ですね、はい、藤田ジョエル千葉選手が移籍ということになりました、ね、はい、シントトロイデン、はい、はい、うん、で問題なのがもう一人います、うん、はい、山根陸選手も移籍の可能性が残ってるという話があるみたいです。はあはあ、するとサイドバック2人かけてる上にセンターバック角田もいない、本当だ、ボランチも若手の藤田山根といなくなりそうだと、マルコスジュニオール選手も中東への移籍が噂が残ってます。本当ですか、やばいね。だからマリノスはあとそれこそ中盤より前に、まあ、1人2人取らないと、うん、あのなんか優勝がどうとか ACL がどうっていうよりも、うん、もう1人怪我人出ちゃったらちょっとチーム回らなくなりそうだぞってぐらいになってしまってるので、夏これから 1,2 週間での獲得ってのがちょっと急がれる形になるかもしれません。めちゃめちゃ入るんじゃない。そうなんだよね、うん、あると思うんだよね、うん、もう一つでちょっとマリノスマーサー気になるところがありまして、はい、またちょっと順位表皆さんご覧ください、うん、あの先ほど神戸と浦和があのディフェンスすごいよって話したじゃないですか、はい、マリノスは逆に今あの札幌抜いて今攻撃力はナンバーワンにまた躍り出ました、うんうん、リーグナンバーワンで44得点してます、うん、がその隣の失点ご覧いただくと24、はいはいはい、うん、特に上位陣で見てみると神戸17、浦和17、うん、で名古屋20、鹿島20とかのところで、うん、マリノスが24だからちょっと多いですよね。そうですね、なんでこのディフェンスってじゃあなんで起こってるかって言われたら、正直やっぱりその怪我人が多い時とかってので、うん、やっぱ失点してる傾向が多かったから、はい、やっぱディフェンスラインこうもう一人できればね、信頼できる人を一人置ければ話は変わってくるんじゃないかと思うので、うん、打ち合うスタイルっていうのはあるんですか。あるとは思います。ある程度、はい、あるけれども、うん、とはいえちょっとやっぱディフェンスって大事じゃないですか。もうちょい抑えたかったんじゃないかと。そうなんだよね、うん、ってことでもしかしたらボランチとセンターバックできる人とかってことを取ってこれるようだとよかったりしそうですけどね。どうなるんですかね。マルキーニュースとかですか。 PSG の、ね、取れたらでかいね。さあどうなりますかということになります。なるほど、はい、そして現状最後1位の神戸にいただきましょう、はい、こちら、はい、うん、神戸はこちらですと、うん、まあ、ちょっと山川選手菊池選手の怪我ってところとかちょっと心配なところはありますが、うん、これね、まあ、さ皆さん見た目上だったら特に問題がなさそうなチームなんですよ、うん、神戸は、うん、注意だし、はい、ただね実はなんですけど、うん、こんなに人がいるように見せておきながら、うん、出てる人が一番限られてるチームでもあったりします。うーん、実はほぼあの前線の3枚いるじゃないですか、うん、あのフォワードウィングの位置に関してはほぼゆるき大迫武藤プラスパトリッキの4人のみ、うん、たまに最近川崎選手が出てるかなぐらいのところ、うんうんうん、で中盤は佐々木、山口蛍、斉藤美月プラス大崎レオぐらい、はい、でディフェンサーは怪我人がいるからしょうがないってのもあるんですが、まあ、酒井豪徳、トゥーレル、ホンダ、初瀬っていうところでどうにかやりくりしてるってところで、うん、
もうあのね、フィールドプレイヤー10ポジション14人ぐらいでどうにか賄ってるって感じなんですよ。それは厳しいですね。うん、はい。だからこれでもう一人、それこそ大迫選手とか武藤選手あたりに今無理させてますから今、うん、怪我があるようだとちょっとやばいかなっていうのが神戸、うん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 、でまあ、ACL とかないでどうにかなると思いますけど、うん、なんでできるだけ早めに勝ち点取ってもう逃げ切り体制で最後そのまま逃げ切ってフィニッシュ優勝っていうのが神戸としては狙う形になってくるかなというところですね。なるほど。でね、なんか本当はそれを解消するために中島翔也選手とあと橋本健人選手を獲得する予定だったんですが、欲しいね橋本健人選手は。ただ橋本選手あのスペイン2部ウエスカ残留が決まりまして、あ、そうですか。あと中島翔也選手は浦和行っちゃったので、うん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 、ちょっとだから違うところに目をつけなきゃいけなくなったっていうのも起こっておりますと。うんうん、神戸人が欲しい、しかも一人二人欲しいのはもう間違いない、まあ、情報が出てる状態なので、うん、まあ、誰取れるかでちょっと優勝の流れは変わってくるかもしれないぞという。そうですね、本当そうですね、うん、そうですね。あと数日注目ですねこれはですね。だから各チーム、まあ、名古屋はある程度大丈夫かもしれないけど他のチームはもう一人二人っていうところは補強必要な状態ですから、それが誰になるのかフィットするのかで、ね、この優勝戦線は変わってきそうですと、はい、なるほど。いや見どころいただきました。なるほどね、補強ポイントと。ありがとうございます。面白い。なるほどね、ちょっと楽しみですね。何度も面白くしてくれるやん。ありがとうございます、いつも。ありがとうございました。はい、ということで毎日やってるんですよね。やってます。ぜひチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。それではまた聞いて、ちょんまげまでした。のびるさとでした。ほんじゃばい、ほんじゃね。またです。じゃあね。